阪神は18日、2月の春季キャンプで行う主催の練習試合日程を発表した。1軍、沖縄かりゆしホテルズボールパークギノザで14日楽天、17日日本ハム、19日韓国 KIA、21日広島戦を行う。いずれも午後1時開始予定。2軍、高知安芸市営球場で11日未定、16日西武、23日未定、24日韓国ハンファ、26日四国 IL 高知戦を行う。いずれも午後0時半開始予定。未定の対戦相手は決定次第、球団公式サイトで発表する。